はい。サラカレさんどうもです。 お天気観測お疲れ様でした。今日の宮城県の気温とベルギーの気温がほぼ同じくらいですね。日本もやっと異常な暑さから解放されました。朝は少しだけ肌寒い日もあります。今日はにわか雨が降りましたが、雨が止んだ後は綺麗な虹が見えました。久々に生で虹を見ましたよ。虹を見ると、やはり森山直太さんの虹、そしてカブさんの演技を連想します。今度また時間のある時にでも演技をお願いします。 あ、虹。そういえば、森山直太郎さんの虹ね。うん。ね、でも、また今度演技するときは多分、また違う感じで作り直す可能性ありますね。うん。あのー、ちょっとね、振り付けは覚えてると思うんですけど、まあ、また今度機会があれば。うん。そういえば、最近、こっちは虹全然見ませんね。今年はね、虹が結構少なかったですね。あの、うん。なんかそんな気がします。あの、こちらは。 うん、昨年は結構いっぱいありましたよね。今年はあんまり虹見ないですね、そういえば。なんか雷が鳴ったりあったんですけども、なんか虹がでも出なかったり、ちょっとしか出なかったりで、昨年の方が結構出た気がしました、なんか。うん。なぜでしょうかね。 ユーナヤーさん、どうもです。カブさん、今日はアジア大会のサッカー男子の決勝の韓国戦ですけど、ちょっと雲行きが怪しい感じですね。日本は大学生が多いチームで、韓国はオーバーエイジ枠を持つかっているからレベルが違う感じですね。オーバーエイジ。しかし、しかもこれに勝つと、えー、兵役の免除が、えー、勝っているらしいから気合が入ってるそうですね。日本頑張ってほしいですね。 そして日本、韓国に負けてしまいました。でも、銀メダルなんでよかったですね。でも、決勝まで来たら優勝をしてほしかったですね。ほうほう、なるほど。負けちゃったんですね。これは残念。うん。え、平気の免除ってのは韓国がか、あー、なるほど。なるほどですね。そっか。今、北朝鮮もあんな感じで、あれおかしいですから、韓国も今、やっぱ、かなりこう、 訓練とかしていかなきゃいけない感じでしょうかね。まあ、必ずあるということなんでね。チャチューファン君とかどうするんですかね。うん。はい。でも今回はちゃんとラフ、ちゃんとやってた感じでしょうかね。あの、うん。ル,ルールを守って。当たり前なんですけども。うん。カブさん、7, 月7日の朝に千葉県でダルマ朝日が見られるところがあったそうです、ダルマ朝日 ダルマ朝日は暖かい海の溝に冷たい空気が流れて見られる現象だそうです。カブさん見たことはありますか知ってるの一つだそうですよ。今初めて知りました。ダルマ朝日なんてあるんですね。えっと、冷たい空気が、暖かい海の上に水冷たい空気が流れるってことは、これは延長、えー、安定が悪化するっていうことですね。つまり、あの暖かい海ってあの軽いですので、暖かい空気の方が。 あの、暖かい方がね。なので、冷たい空気重たいですので、つまり逆転現象が起きて、新気能ができるということですね。あの、新機能の一つですね、おそらく。うん。でも、誰も朝日っていうのは、初めて知りましたね。うん。はい、えー、さらかいさんも言ってです、えー。2030年、冬季五輪の札幌誘致何年に伴って、2031年、春の開業目標に工事が進められている。 北海道新幹線新函館北斗から札幌の改良についても急ぐ必要性が低くなったことと、作業員の人員確保の問題を理由に、数年ほど改良が遅らせていることを検討していることが判明しました。札幌遠心により、並行在来線のうち函館本線のおしゃまから小樽が廃止は決まっていますが、新幹線改良が延期になると、廃止時期も延期になる可能性が高いです。 なお、この廃止予定の函館本線の、えー、山、山線ですかね、山線区間においては、えー、あの廃止に議論、いろんな声が噴出していて、特に観光客の利用も多い余市から小樽を、えー、廃止するのは非常にまずいという声が上がっていて、 あの、配線区間の見直しがあるかもしれません。まだ JR 北海道は国土交通省にえ路線の廃止届はえ提出していないため、今なら配線の方針を中止したり変更することが可能です。今一度しっかり計画を見直す必要があると思っています。はい。北海道の皆様、なんかそういうことらしいですなんか。うん。なるほど。札幌誘致断念に伴いオリンピックの。うん。 はい。というわけで、宮様、あ、ちょっとサッカー白熱中、2対1押されてるけど頑張って、あと3分あれば、日本頑張って、ということなんですが、ね、ちょっとこれは、うん、うんという結果になっちゃったみたいですね、あの、うん。はい。そして、えー、さらかやさんも言ったです。えー、高田は、 ゲートウェイ駅は2020年3月14日に改良した山手線と京浜東北線新しい駅です、うん。港区に関しては、かもさんがおっしゃる通り、お金持ちの方が多く住んでいる地域になります。現在まだビルと建設中で、駅周辺にあった商業施設がないため、駅の大きさと利用客の数が不釣り合いな状況となっていますが、ビルが改良予定の来年以降は、大幅に利用客が増える見込みになっているので、閑散とした雰囲気が味わえるのは 今ちとなりますと、うん、高輪ゲートウェイ駅が開業した日にちょうど東京に行き用事があって開業日の翌日に高輪ゲートウェイに実際に行ってみたんですが近未来を感じる駅とても斬新な駅でしたよこれ以外に別の機会にも行き帰って来たことがあるんで2回行けたことがあります駅のすぐ近くに車両基地もあるんで列車を眺めるだけでの目的で高輪ゲートウェイ駅にも来るのもおすすめです うん、そのため、鉄道ファンの姿もちらほら見かけます。AI を活用した無人のコンビニ、タッチトゥーゴーというお店もあり、初の試みでもあります。このお店に関しては、現金での支払いは不可で、キャッシュレス決済が専用となっていまして、聖火などの交通系 IC カードやクレジットカードなどのお支払いとなりますと。うん で、万引き防止の機能もしっかりついていて、店内の商品を客が持っている状況の、あま、客が持っている状況の場合には、支払いが終わらないと、お店の外に出られないシステムとなっています。なるほど。私もここで買い物をしてみましたが、斬新な感じがしましたね。高濱ゲートウェイ駅の発車メロディーは、一番線はスイート スイートコール。2番線はキッズステーション。3番線はフラワーショップ。4番線が恋の通勤列車が使用されています。ああ、結構、あまり聞かない発車メロディですね。どれもあまり聞いたことないですね。ちょっと今度聞いてみたいと思います。キッズステーションは聞いたことあるかもしれないですね。これはでも、なんか斬新な、えー、っと、発車メロディが使われてますね。で、えー、っと、AI を活用したタッチ2号というお店あるんですね。まあ、だん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 、そういった世の中になっていくんでしょうかね。うん。 でもこれは、あの、しゃがれが終わんないとお店の人に出られないシステムって、これはいいですね。なんかね。うん。高輪ゲートウェイ駅なんてできたのはちょっと知らなかったんで、ちょっとね、日本に行った時には見てみたいと思います。なんかこの辺りは、とても空気がいいなっていう感じがするんで。うん。港区お坊ちゃんとかね、あの、いますよね。うん。 あ、そして、昨日の女子サッカーの試合に関しては、北朝鮮選手の問題行為ではなく平和に試合が終わりました。男子の試合ですぐひどいラフプレーが相次いでいたんで、どうなることがヒヤヒヤしましたが、何事もなくほっとしました。女子日本代表は金メダルを獲得し、嬉しい勝利となりました。昨日の試合では、北朝鮮選手が気の毒と感じる場面がありました。 なるほど。試合の途中で北朝鮮のゴールキーパーの選手が交代すると異例の展開がありました。通常サッカーの試合においては、選手の怪我などの大きなアクシデントが起きない限り、試合の途中でゴールキーパーを交代させることには、 ありえないことであるため、異例の采配を監督が下した形です。失点の責任を取らせられて、懲罰交代をせられた可能性があるのではないかという指摘がしていますと。うん、失点シーンに関してはゴールキーパーの責任というよりは、あのチーム全体の守備の試みが原因であるため、常識的に考えてもゴールキーパー一人の責任を負わせることはおかしな話であり、まずありえないことですね。交代を命じられた選手は、ベンチに戻った後、 号泣してたようで、とても落ちたのどことしか言いようがありません。 いや、どうなっちゃうんですかね、この後ね。北朝鮮はサッカーの統合国で、女子サッカーのアジア大会で、金メダル獲得したこともある強豪チームですが、昨日の試合に関しては、最後まで集中力を切らさずに、きちんと団結し、チームとして戦えていた日本代表に軍配が上がるという結果試合結果でした。ただ、それでも北朝鮮も銀メダル獲得ですので、決して悪い成績ではありません。今日の、今日はサ男子サッカーが、 決勝で日本代表は韓国と対戦しました。試合は1、2で韓国は勝利して、日本代表惜しくも銀メダル獲得はなりませんでした。銀メダルは韓国、銀メダルは日本、銅メダルはウズベキスタンが獲得しましたということですね。うん。はい、ということになったようです。でも北朝鮮のこの,このゴールキーパー、こんなに泣いてるっていうのは、 なんかこの後、北朝鮮に国に帰った後に、なんか、ば、ば、罰かなんかあるんでしょうかね。恐ろしい国ですからね、あの、なんかちょっと怖いですね。なんか、うん。 はい。そしてもう一つです。イスラエルに関する情報になりますがえ、パレスチナ自治区のガザ地区から大量のロケット弾が発射されたそうです。ロシアによるウクライナ侵攻が未だに終わらない中で、新たな左,の左となるような出来事が起きてしまい、恐ろしいです。うん。それと、ロシアの件ですが、北朝鮮がロシアに武器供与、供給が え、開始された可能性が高いとは見られることが、アメリカのシンクタンクである戦略国際問題研究所から発表がありました。不穏な動きですね。はい。ということみたいです。やはり北朝鮮、ロシアに武器共有がしてるんですね。あの、あの前、この前の会談の時になんか話し合ったっていうことでしょうかね。うん。で、パレスチナのイス,イスラエルの研磨さなんですが、ちょっとこう、さらに不安な状況になっちゃってて、 大,大丈夫なんですかねうん。恐ろしいですね、なんかね。うん。ユー・ネアさん。カムさん、10月8日はドーピングゼロの日だそうですよ。スポーツの競技の中で一番ドーピングが多いのが陸上だそうです。次にウェイトリフティング。その次が馬術だそうですよ。馬術は意外ですね。もしかしたら馬によかもしれないですね。なるほど。早く北京の団体戦の銅メをル何度かしてほしいですね。確かに。 えー、てか、馬にドーピングってあるんですね。あ,うあるのかなもしかするとね。そっか、なるほど。でも、馬術って、なんか、あの、ちょっとこう、感覚のスポーツな感じもあるので、ドーピングとかってある、意外とあるんですね。でも、ウェイトリフティングは、なんか予想つきますね。なんか、あの、ドーピングした、すると、なんか筋肉もりもりになって、あの、やりやすそうな気がします。確かに。うん。陸上なんかも、そうですよね。確かにね。で、北京の五輪の、あの、割リの剣は、 本当もうやばい。しびれを切らしていて、もう本当、とうに、それを通り越してますからね。うん。ドーピングゼロと皮肉なもんですよね。はい。195 t さん、どうもです。えー、こんばんは。あ、これどうしてもフィリア会の話って思うんですかね。 私は見れるのも追っている感じなんで、今日はジュニアグランプリ見ましたよ。ただ、テレビでアジア大会でサッカー決勝戦と男子バレーへ五輪出場を勝った試合も同時間だったんで、あったこっとは忙しかったです。サッカーは日韓戦でしたが、敗れて銀メダルでした。バレー男子はストレート勝ちで五輪出場を決めました。中村君4四回転投了良かったのに惜しかったですね。でも台乗りできてよかったです。フィンランダーァイでは、 フリーはまだ入れてないです。ジャパンオープンも入れてないです。ま、僕と、ま、全く同じですね。まあ、ぼちぼち追いかけてますわ。カム君が言ってたゲームー、忙しいわ当たりです。やっぱりですか。FF16、あ、F16 にはまり、3ヶ月、今3回目プレイ中、加えて来年発売の FF7、あ、FF7 ですね。のリバースの話題も一気に来て、楽しみすぎる、あまり FF7 リメイクもや再びやってるんで、 相変わらずゲームにも飽きかけてますごいですね。だからずっとバタバタ中というわけです。いや、いいな、逆に。あの、でも、結構、あの、いろんなテレビとかを見つつ、え、でもゲームをできるんですね。てか、僕、全然、ぴょぴょする時間なくて、本当にカツカツですね。あのー、ちょっとね、ぴょぴょしたいですよ。本当にね、本当にしたい。ぴょぴょしたくて、でも時間がね、本当になくて、ね、あの、やっと、今落ち着いてコメント見してる感じなんです、本当に。 で、しかもまだフィンランデアハイ見てない、あの、他の大会見てないっていうね、感じで、うん。そうなんですよ。なんかちょっと寝ることをね、優先をしちゃったりもしてるからかな。うん。はい、あの、いろいろとそんな感じで、うん。 えー、ピッコロさん、よろしくお願いします。えー、緊急、あ緊急、カブ君えー、カブ君テレビの視聴者さんで、イスラエルと日本の掛け橋になってくれる、情報発信、写真してくれる、イスラエル在住の方のチャンネルは、all is one ャンネルカブ l かもカブもモンさんの皆さんもすぐ見てほしいと。ああ、え、これ、イスラエルニティさんではなくてですかね。イスラエルの、ね、情報発信もしてくださってるから、とりあえず、ありがとうございます。あの、以前、以前というか、たぶんとにカブ君テレビ、 にあの来てくださるんですけども、あのねえー、とジャパンイスラエルディーさんという方がいて、その方とは違う方でしょうか？オールイズワンチャンネルちょっと見てみますね。なるほど、あの確認してみたいと思います。うん。はい、では株君ニュースはこれで終わりにしていきます。ありがとうございました。